あ、チェック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 。あれですね、動画が長いというふうにね、ご指摘いただいたんで、これから、そうですね、目標、7、8分で終わるように。ちょっと、高橋頑張りたいと思いますよ。今日ご紹介するのは、三ツ矢ブランド最高レベルに酸っぱい、アセロラ。うちのお客さんに教えてもらったんですけど、超酸っぱいよって言うんでね。私はほら、刺激物といえば高橋でしょうね。辛いものとかね、酸っぱいもの大得意ですからね。いただいてみたいと思いますよ。こんなことしてるから動画長くなるんだよね。まだ1分だから。硬いんだってだから。、ね、結局長い原因っていうのはどうでもいいことをだらだら話したり、話が脱線したりね、そもそも何を話すか考えずに始めているというのが多分一番ダメだと思う。でそもそも私ね、あのね、頭と言葉が多分ね弱いんですよ。弱いっていうのは、あの女性ってめちゃめちゃ喋るでしょ。で男性って苦手じゃないですか。で私ほら動画上では頑張ってるけど、相当ね寡黙な人間で全く話しないんですよ。脳で思ってることを言葉に出すのがすごい苦手なタイプ。まあ多分ね分かる方にはね分かると思うんですけど、いただきます。あのね、最初飲んだ瞬間は別になんか普通のアセロラジュースじゃないと思ったけど、違う、生レモンをほどのものではないけど、これ来るわ。なかなか酸っぱいです。皆さんこんにちは、画家の高橋です。今日はね、ご質問にちょっとね、簡単なご質問がいくつかあったので、ポッポッポッと3つぐらい4、5分でお答えしていきたいと思いますよ。あのね、ドリフトに関する質問でちょっと簡単なご質問が結構溜まっていたのがあるので、そのうち3つをね、なんとかお答えしていきたいと思いますね。まず1つ目、ちょっとね、ある程度割愛させていただきますね。ドリフトとグリップ、どっちで始めたらいいですか。またドリフトでラジコンは上手になりますか。なるほど。好きなのでやってください。いやいや、ほんとあのね、やりたいやつで、まあ、この感じのね、ご質問って、あのよくね、オフロードとグリップどっちがいいかとか、あと M シャーシとツーリングどっちがいいかとかってご質問いただくんですけど、もう私ね、お答えは一つです。もう好きな、もう一番好きな思い入れのあるやつがもう一番いいです。やっぱりね、これ趣味ですからね、気持ちよく普段のね、仕事とかストレスとかそういったものを解消するための趣味ですから、やっぱり自分が一番ね、思い入れがあるものをやっていただくのがもう最高だと思いますが、ここでドリフトでラジコンは上手になりますか。なります。もちろんなります。まあ、私のね、勝手に自分で名言って呼んでますけど、私が思うに、プロポは持てば持つほど、基本的に上手になります。ラジコンの操作のイメージとか技術とかっていうものは当然ありますけど、持ってるだけで、まず思ったことをね、手に反映できるっていうことも大事な要素なんですが、それは当然見分かれますし、ドリフトでそうですね、特に繊細なスロットルコントロールとか、ハンドルを離してる暇がないから離さなくなるとか、そういった要素はね、ありますので、まあとにかくやっぱりね、あのやりたいやつで遊ばれていいと思います。それが、趣味ですからね。趣味はやっぱりご自分が一番やりたいというものをぜひやっていただきたいなと思いますよね。キャンプとかね、行くのでもいろんなスタイルがあると思うんですよね。そのキャンピングカーみたいなスタイルもあれば、こう登山のようなね、足一つで行くスタイルもあれば、こう、株とか、最近流行りのね、株、あ、こういう話が伸びるんだね、わかりました。はい。続いて、まだ大丈夫ね。はい、続いてね、ドリフトとグリップ、両方遊んでる方はいますかですね。おります。もちろんいらっしゃいますね。まあ、ドリフトとグリップっていうか、まあ、要は、ドリフトと、こう競技系っていう意味なのかな。文脈から
捉えるにおそらく競技系だと思うんですけど、当然いらっしゃいます。まあ、どっちも例えばどっちの大会も精力的に出てる方って、まあ、最近はね結構減ってきたかなと思うんですけど、まあ、結局なんだろう、どっちかメイン、どっちかがサブっていう形にしないと、時間とあとお金ですよね、まあ、それがどうしてもね限られていくので、まあ、その競技という形でやっていくと何かやっぱ集中していかないと、どんなことでもねすごいちょっと中途半端になるっていうことになりがちですよね。その競技とか関係なく、ただこういろんなラジコンが好きでね、いろんなラジコン遊びたい、もうはたまたドローンやね、あと飛行機なんかも含めてやってるって方もね、戦車とかとにかくラジコンが好きなんだっていう方もね、スネ夫のようにね俺いますし、そういう楽しみ方もあれば、まあ、競技としてやる、まあ、競技というかね特化して極めていくっていう楽しみもあれば、それはいろいろあるので、その個人のねスタンスによると今お答えするしかないかなと言ったところですかね。まあ、とりあえずねご質問に関しては、当然両方遊ばれている方おりますので、まずはねこれはまあ先ほどの別の方のご質問同様ですね、ご自分が興味ある今やりたいという方を優先して遊んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。もうこれ結局あれですよね、こういうご質問いただけるっていうのは私の YouTube を見てラジコンに興味を持って何をやり、とにかくラジコンが楽しそうだからやってみたいというふうにね、私にこう洗脳をされたと考えていいんですかねっていう考え方をすると、私もやはりね責任を感じますから、ただし冷たく突き放すというつもりはなくてですね、やはり自分が一番興味があるものをぜひねやっていただければいいんじゃないかなと思いますね。じゃあもう一個行こうかな、もう一個行こうかな、行っちゃっていい、行っちゃうわガガさんにはドリフトコースもあるそうですが、動画ではなんであまり語らないのですか。ああ、なるほどね。はい、そうですよね。うん、これいきなり革新的なご質問ですね。そうですね、やっぱり、得意不得意の話ですかね。こうやってね、カメラを前にして、YouTube でね、全国発信っていうんですか、こうさせていただくものには、やはり自分が、その合ってるか合ってないかは別として、かなりこう真剣に向き合って取り組んできたっていう情報の発信をね、私メインでやらせていただいてますから、やはりそういった意味では、競技系のラジコンと比べるとドリフトは、まあ、結構やりましたよ。結構実は十何年前かな、四駆取りで、まあ、等速の時代、ケツかきもやらない時代だとね、かなりやらせてもらったんですけど、それでも自分がね競技としてラジコンをやっていたものと比べると、やはりもうね入れ込んでいたのはもう数百分の1というぐらい、要は自信がないと語る資格がないと私はね思ってるんですよね。まあそうですね、こうやって発信する中でもね、あまりにもこう多ジャンルすぎるとですね、私のこうメインの芯がね崩れていくっていうのもありますし、まあ、あと言うとこう極端に言うとですよ、本当に極端な話ですよ、楽しみ方が競技とあとドリフトっていうとね結構違って、すごく極端に言うと、じゃあ同じヘリコプターでもヘリコプターとドローンじゃもう最近全然楽しみ方違いますよね。同じ操作方法、同じ楽しみ方なんですけど、ヘリコプターっていうとやっぱヘリコプターに対する憧れとか、そのスケール感とかね、そういったものの延長を楽しむ。最近ドローンっていうと、なんだろう、空撮とか撮影とかね、そういった方がメインになってるんじゃないかなと思うんですよね。で、あとドローンでもドローンレーサーとか、それぞれって楽しみ方が全く違いますよね。極端に言うと、ドリフトとグリップの競技っていうと、そのぐらい楽しみ方は結構違います。まあ、例えば基礎的な走り方とか、そういった意味ではね、いずれドリフトのね、定常沿線会とか、ゼロから始める方がね、ドリフトをこう、少しでもスムーズに移行できるようにっていう程度だったらね、私も話させていただけますし、まあ、撮ろうかなと思ってる部分もあるんですけど、それでもね、私なんかがやるのはおこがましいかなとかって、そういう思いはありますね。なので、ドリフトをあまり語らないっていうのは、まあ、チャンネルの方針的なものと、あと私が自信がないっていうのと、まあ大きく言えば、あんまり自分で自分分析したことなかったですけど、まあ、おそらくそういう部分なんじゃないかなと
ちょっと自己分析をねさせていただきました。ほら結局長くなったでしょ。あ、それでもね3つの質問にお答えした割には私なりには短くお話できたんじゃないかなと思いますね。じゃあ今後ねちょっとねやっぱり今回ちょっと詰め込みすぎましたけど、なるべく短い動画になるようにちょっと努力していきますので、ちょっと温かくね守っていただければなと思います。はい、それでは今日の動画ですね、もし何かの参考になったと思っていただけましたら高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。